吉さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、もはや説明不要の両チームだとは思うんですけれども、このゲームの見どころはいかがでしょう。そうですね、このゲームはエキシビジョンですけども、お互い相手にとって不足はないですからね、はい、選手もここで結果を出してやろうと思ってるでしょうし、気持ちも高まりますよね。そうですよね。まず前半見ていきましょう。マンチェスターユナイテッド対マンチェスターユナイテッド、ガチンコ勝負です。このトッププレーヤーたちを揃える両チーム、ワールドクラスのプレーを楽しみましょう。やはりこういう豪華な試合はこちらもワクワクしますよね。楽しみですよね。そうですね。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。リンデレフ、一旦戻します。ハリー・マグワイア、ブルーノ・フェルナンデスへ。序盤は堅い試合展開を見せているなという印象ですよね。両チームともマクトミネ、打っていった。リンデレフ、サンチョへ。サンチョ、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 スルーパスを出す。お、いい形じゃないですか。フリーだ。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。前半0対0。攻撃がスタートしてから流れが良かったですよね。やっぱり一瞬でもコースを開けると最後まで持っていかれちゃいますよね。さあ、ブラジルチームとしての意地を見せます。ネイマールに渡る。ネイマール来た、追加点ブラジル。うまいインターセプトを見せます。リシャルリソンへ。リシャルリソンからエベルトン、フリーだ。撫でるようなボールタッチ。エベルトン決まった、追加点ブラジル。ロドリ、これを奪います。ブルーノ・フェルナンデス、自分で行く。さあ、ゴールに向かっていく。コース空いた、シュート、マンチェスターユナイテッド。なんでリードできたのは大きいですよね。ここからさらに動きが良くなるんじゃないですかね。抜けてくる、来た、サンチョ決めた。マンチェスターユナイテッド終わります。いい速攻でしたけどもね、シュートで終わりたかったですよね。人もいましたからね。裏を狙う、さあ来たか、いけるか、シュート、エデルソン、まあ、守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね。さあ、つながるか、シュート、マンチェスターユナイテッド。
先日の勝利がサポーターたちにとっては何よりの願いでしょう。この時間はマンチェスターユナイテッド対マンチェスターユナイテッド、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションを確認しましょう。今夜のシュート、きたー、先制、マンチェスターユナイテッドに行きました。バランからサンチョ、チャンス来た、抜きにかかる、サンチョ追加点、マンチェスターユナイテッド。ワンビサカ、裏を狙う、抜けた、つながります、奪い返します。このパスを受ける、ロナウドのシュート、追加点、マンチェスターユナイテッド、ね、この決定機しっかり決めてきました。そうですね、いい位置でシュートを打てましたよね。あっと倒された、 PK です。ここで PK、 いややってしまいましたね。